どうも、クライムンです。さあ、今回はまたトレンドに上がっていたこの方に関する話題。今回は NHK 党の立花隆さんがこのようにツイートされています。国会議員としての初めてのちょめちょめ法が炸裂する時が来た。暴露される相手は大物政治家のようです。さあ、誰のどのようなネタなのか、私も楽しみにしています。 ということで、では本日のツイートです。まさか自分じゃないでしょうね。まあこのようなツイートをされたということは、近々何らかの形で、まあまた爆弾を投下されるんでしょう。とはいえですね、どこから投下するのか。まあこの方、先日、 YouTube の講座復活しました、なんつってね。これからまたガンデ行きます、みたいな感じで言っておられたんですけども。私もね、早速登録、チャンネル登録していたんですが、この方も、今回は多分大丈夫です。と言っていた翌日には、やはりあっさりバンされてしまいましたね。さすがに降りたりの力なのか。 何なのか分かりませんが。ということはですよ。この件も、どのような形で、暴露していくのか、ちょっと気になるところではありますが、まあ、いずれにしてもね、大物政治家が、今回のターゲットになったようです。暴露といえば、そういえば皆さん、この件どうなったんでしょうかというふうに思っている方も多いと思うんですが、内容的にはね、 ちょっとあまり詳しく言えませんが、トヨタの社長、記者会見であるバブダンスをしたといったような内容でしたが、まあ、どう考えても怪しい、そもそもその拡散していたアカウントも怪し、いということでですね、まあ、未だにネット会話では真実なのかデマなのか、といったような議論がなされているようですが、まあ、それについてはね、 こちらのビジネスジャーナルが詳細について詳しく特集していますので、まあ、気になる方はご覧ください。ちょっとこれをね読み上げるのは YouTube では厳しいと思います。なので、まあ、気になる方は URL から読んでみてください。ということで、ね、今回は 久々に、また、爆弾投下されるようなので、それについて、まあ、一体誰なのか、まあ、ネットではね、いろいろさ、さやかれています。まあ、ちょっとね、ここでは、特定の名前は、控えておきますが、しかしか、何らかの形で、おそらく、公開されるのでしょう。ということで、今回は短いですが、以上となります。